横浜流れ星と平野仕様の謎の親密さ、BL 的秘話が明らかに、横浜流れ星と平野仕様、それぞれの個性的なキャリアで知られる二人の俳優が、ファンにとって待望の瞬間を提供しました。横浜流れ星が平野仕様のインスタグラム制配信にサプライズ登場し、その和やかな交流から新たな謎の親密さが明らかになりました。 この出来事は、二人の間柄についての興味深い情報をもたらし、ファンたちを驚かせました。8月30日の生配信中、平野耀はファンからの視聴者からのコメントに答えつつ、急に横浜流れ星が画面に登場しました。この瞬間、ファンは喜びと驚きに包まれました。平野は横浜に声をかけ、髪型について冗談を言います。 横浜もすかさず返答し、その和やかな雰囲気は二人の中の良さを際立たせました。平野は横浜を、トイプードルみたいな髪の毛じゃん、かわいい、と表現しこの瞬間はファンにとって忘れられないものとなりました。和やかな雰囲気はその後も続き、横浜流れ星が平野仕様を、インスタグラマー、とからかい、平野は全部大人の知識だから、 全部教えてもらってる、と答えました。この約6分間の会話で、視聴者数は、たちまち52万人を突破し、アーカイブにも多くの、いいね、が寄せられ二人の人気が再確認されました。ネット上では、この驚きのコラボに対する感想が、次々と投稿されました。ファンたちは、二人のキラキラが、すごすぎてパニックだった。本当に癒しの時間をありがとう。 まさか、横浜流星くんが登場してくれるとは思わなくて、びっくりもしたし、大好きなお二人の会話も聞けて、嬉しかったです。夢のようなコラボでしたねから、二人とも自然なトークがさらに素敵でした。とコメントしています。ファンにとって、この生配信は至福の時間であり、二人の魅力を再確認できる貴重な瞬間でした。このような交流は、 2018年に公開された映画、ハニーでの共演がきっかけとなり、二人の間柄を深めました。特に、コロナ災いでの外出自粛要請の時期には、電話で話すことも多く、平野から、愛してる、というメッセージを送られ、横浜も、じゃあ俺もだよ、と返したり、物件の相談をするなど、二人の親密さが明らかにされています。セクシーゾーンへの菊池風磨が、 二人が仲良しであることを暴露し、テレビ番組でもたびたび二人の仲の良さを示すエピソードが披露されています。ファンからは、相思相愛、顔面最強コンビ、と賞賛の声が上がっており、二人の親密な友情が広く認識されています。今後、横浜流れ星と平野仕様のコラボはますます期待されています。 ファンたちは二人の新たなプロジェクトや共演を楽しみにしており、この謎めいた親密さがさらに明らかになるでしょう。横浜流れ星と平野紫耀の謎の親密さは、ファンにとって楽しみで驚きに満ちた瞬間を提供しています。その名古屋かな生配信中の交流は、二人の友情を際立たせ、ファンたちはこの特別な瞬間を喜んで迎えました。 二人の友情は映画ハニーの共演をきっかけに始まり、コロナ災いの時期にも続きました。互いに愛情を示すメッセージのやり取りや物件の相談など、二人の親密な交流は大に知られ、ファンから多くの賞賛を受けています。 今後、横浜流れ星と平野仕様のコラボに対する期待は高まるばかりであり、ファンたちは二人の新たなプロジェクトを楽しみにしています。この謎の親密さは二人のファンにとって永遠の魅力となり、その絆はますます深まることでしょう。絆